こんにちは。学習塾ネスト。福知山の小西優穂です。前回、えっ、ー、と、短歌を、に、短歌に親しむか。短歌に親しむという授業の動画を上げたかと思います。そこで短歌ってこう読むんだよとか、短歌ってそもそもこういう作りになってるんだよとか、まあそういう話をしていきましたよね。今回の動画では、まあ教科書のその次のページあたりに載っている短歌を味わう。ここでは6つ短歌が紹介されています。 まあ前回やったとやり方と同じように、ここではどういうことが描かれているのか、ここにはどういう面白さがあるのか、まあ、そういったことをね、えーと、紹介して皆さんにも面白さを味わってもらえたらなというふうに思います。今回は6つの詩見ていきましょう。じゃあ、まず1つ目。えっ、ー、と、白鳥は悲しからずや空の青、海の青にも染まず,染まず漂う。 こちらは、和歌山牧水さんという方が書かれた、によって書かれた詩です。えっ、ー、と、和歌山牧水さんは宮崎県出身の方で、牧水っていうのは本名ではなく、えー、っと、当時最も愛していたものの名前二つをつなぎ合わせた。このきっていうのはお母さんの名前で、水はあと家の周りにあったあと雨とかが好きだったということで、こういう名前にしたらしいです。なんかちょっとユーモーラスな感じですよね。 はい。この詩、白鳥は、まあ、白い鳥ですね。白い鳥が悲しくないんだろうか。悲しからずやと。いやいや、なんでって思うかもしれません。で、ここで、肉切れ。つまり、悲しからずやのところで一旦意味が途切れます。で、その後半、えっ、ー、と、空の青、海の青にも染まず漂う。白鳥は悲しくないんだろうか。なぜかって、っていうふうに、まあ、その後続くわけですね。で、 どういう意味かというと、白鳥、つまり白い鳥なわけです。白い鳥が、まあ、空を飛んでいる様子を、えっと、記者は見ていたわけですね。で、そこには、まあ、空があります。空って、まあ、まあ、ほぼほぼ青いじゃないですか。夕方とか夜とかを覗けば青い。で、海も、まあ、同じように、まあ、ほぼほぼ青い。で、そんな中を白鳥は一人寂しく飛んでいるわけです。 空の青、周りもみんな青なのに自分だけ白。海、めっちゃ青い、もうそこら中もうずっと青なのに自分だけ白。悲しくないんだろうかっていうふうに筆者はそういうふうに見たわけですよね。まあ実際、白鳥がそんな悲しいなと思いながら飛んでいるかっていうと、多分まあそんなことないかもしれません。でもそんなことあるかもしれません。和歌山牧水さんから見てこの白鳥っていうのは、 青に染まらず1話で寂しく飛んでいるんです。で、そんな白鳥に対して共感をしている。あ、悲しいんだろうな。わかるよ、その気持ち。っていうのとか孤独。 一人寂しく飛んでいるっていうことに対する孤独。それを自分と照らし合わせて感じているというような詩になっています。結構ユニークな感じですよね。白鳥の気持ちになりきって、自分は悲しいんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに思っているというような内容の短歌になっています。はい。まずこれが一つ目です。じゃあ、二つ目。えっ、ー、と、こちら行きましょう。小塚、え小塚田の お城の草に寝転びて、空に座れし、十五の心。これは、えっと、石川卓木さんという方が書いた詩です。石川卓木この卓木っていうのは、まあ、あと読み方はこれ別にあって、きつつきというふうにも読むんですよね。だから、言ってしまえば石川きつつきさんです。なんか、さっきのボクスイさんもそうですけど、変わったペンネームの人結構多い感じですよね。 で、この、えっ、ー、と、この石川さん出身は、えっ、ー、と、岩手県です。ここで出てくる小塚田なんですけど、小塚田っていうのは、岩手県盛岡にある、岩手県盛岡の古称、まあ、昔は小塚田と呼んでいたということなんですね。で、これどういう場面かというと、えっ、ー、と、15の心とありますので、15歳の頃の自分の思い出っていうのを、まあ、改している、思い出しているわけです。 小ののお城の草に寝転びてつまり、お城があった後、そこに、あとまあ、原っぱみたいなのがあって、そこに、まあ、寝転んで、空を見ているというような状態です。まあ、こうやって、寝転んでるわけですね。で、そこで、まあ、寝転んでるぐらいですから、空を見ている。空に、座れし十五の心。空に自分の心が吸い込まれていくようだ。というふうに言っている。これは、 あっと、その草っぱらから見上げた空っていうのがもうどこまでもどこまでも広がっていく。それぐらい広い空。15歳ですからまだ若いですよね。皆さんと同じぐらいかもしれません。この空がどこまでも広がっていく。自分自身もまだまだ若くて、空にもう同じように溶け込んでいくぐらい。もう空と同じぐらい広く大きくなっていきたい。 まあそんな風に、あーと自分の心が、まあ、吸い込まれるかのような気持ちっていうのをここで味わっているわけです。でも、それを味わっているのは15の心。つまり15歳の時の記憶なんですよね。今はそれを改装している状態。この小塚田野というと短歌を読んだ時期っていうのはもう今はもう15歳ではありませんから、この賢の短歌では少年時代にこう思いを馳せているんだ。 いうようなのが分かるわけです。<laughs> はい。ということで、こちら小塚田の,の詩でございました。じゃあ、三つ目いきましょう。三つ目からは、ちょっと現代に寄っていきます。三 <laughs> つ目。上り坂のペダル踏みつつ子は,叫ぶはい。上り坂のという詩。こちらは、佐々木幸綱さん、東京の方ですね、が書いた詩です。<laughs> えっと、これは、まあ、どういう状態かっていうのはなんとなくわかりますよね。まあ、えっ、ー、と、筆者が、まあ、子供が自転車の練習をしているのを見守っていると。ペダル踏みつつというふうに言ってますから、坂で、まあ、自転車こぐ練習してるわけです。で、それを見守っていて、子供が聞くわけですね。まっすぐこれは、今まっすぐ進んでるっていうのとか、まっすぐ、このまま進めばいいのとか。 まあそういうふうな質問です。短歌の中にこのセリフが入るっていうのもちょっと特徴的ですよね。ッコ書きでまっすぐっていうのが入る。<laughs> に対して作者、まあ、筆者の佐々木幸綱さんはどう返しているか、そうだ、どんどん登れっていうふうに言っています。これはシンプルに、あ、そうそう、まあ、今まっすぐだよ。だからもうどんどん登っておいで。まあ、コーチしてるような感じに見えますよね。 でも、ここに秘められた思いっていうのは、それだけじゃないんです。どんどん登ってこい、自転車に乗って。もちろんそれもあるんですが、どんどん登ってほしいっていうのは、どんどんまっすぐに成長していってほしい。そういう親心、親の気持ちっていうのが入ってるんです。<laughs> 子供がまあっすぐと聞く。これって、自転車の練習っていうのを取っ払えば、 僕今まっすぐ成長できてるかなっていうふうに、まあそういうような質問にも見えなくないですよね。まあ子供からしたらあんまりそういう意図はないとは思いますが、でも作者はそこに成長、子供の成長っていうのを重ねているわけです。どんどんまっすぐに成長していってほしい。それは上り坂での練習ともかけて、人生の坂。これを登っているような。 そんな感覚に、まあ、作者は見えているわけですね。この人生の坂、まあ、いろんな登り道大変なこともあるんだけどそれをまっすぐどんどん登っていってほしい我が子に対する期待っていうのが込められた詩になっていますはいということでこれが3つ目の短歌でございましたさあじゃあどんどんいっていきましょう皆さんもねと今回6つある短歌の中で自分だったらどれが好きかなとか 自分だったら、これちょっと、なんか、あんまり共感できないなとか、そういう、もう自分自身の感想っていうのも抱きながらね、そういうのも考えながら楽しんで読んでもらったらと思います。四つ目、えっと、ポポポポと、んポポポポと、秋の浮き雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり。ポポポポと、秋の雲浮き子供らはどこか遠くへ遊びに行けり。 これは川野優子さんという方が書いた詩です。私もちょっと噛みそうになりましたが、これ特徴的ですよね。ポポポポ,ポと。何このポ,ポポポポってどういうことなのって思うかもしれません。最初のこの4文字で心惹かれます。これ何かというと、秋の雲、浮きとあります。これは秋の雲がえっ、ー、と、まあ、漂っている様子ですね。<laughs> まあ、秋の雲。まあ、雲ってもう本当にいろんな種類がありますが、ここでえっと出てくる雲っていうのは、まあ、こう、ちっちゃい雲が、層のようになっている。まあ、理科的に言うと、こう、乱層雲なんて言ったりしますけど、まあ、そういう、こう、ポコポコっと出てる羊雲みたいな。まあ、そんな雲が、あと、空に浮かんでいる秋の様子です。はい。で、この秋の雲が浮いている中、 子供たち。子供らはどこか遠くへ遊びに行ってしまっているんですね。はい。で、えー、っと、ここでは秋の雲の様子っていうのと、子供たちがこう遊びに行ってしまっているっていうのが、なんか一見関係ない句のように聞こえるんですが、でもここがまあセットとして描かれているわけです。 うんうんはい、で、えっと、ここでは、まあ、子供たちっていうのは、もう遊びに行くのがお仕事というか、まあ、遊びに行く、まあ、子供たち、みんなで集まって遊びに行くわけですよね。そんな自由でのびのびとした子供の姿。これって、秋の雲がこうポ,ポポポポと、なんか、ちりじりになって、空に浮かんでいる様子と、ちょっと似てる。そんな風に思ったわけですよね。 で、この自然の様子、それと子どもたちの様子、一見関係なさそうな二つを、まあ一つの単価の中で結びつけているという、そういう詩になっています。はい。で、しかもこのポポポポトというような、まあちょっとユーモラスな言い回し、これが、まあ童話のようなイメージだったり、まあユーモア溢れるイメージだったり、なんかちょっとファンタジックなイメージっていうのを私たちに感じさせてくれる、そういう作りになっています。 はい。ということで、これが4番目でございました。じゃあ、5番目いきましょう。5番目。<laughs> えー、観覧車回れよ回れ、思い、思い出は、君には人日、我には人よ。こちらは、栗木京子さんが書いた詩ですね。栗木京子さん、これ、前回、短歌に親しむっていう、あと、やつの中で、まあ、解説をしてくれていた人。 つまり、あと文章を書いてくれていた人ですね。この人も、あと実は歌人なので、まあ、こういった短歌を作っています。バリバリ作っています。では、今回のこの観覧車の短歌、どういうものなのかというと、まずこれは肉切れになっています。えっ、ー、と、観覧車回れよ回れ。ここで一回意味が途切れる。で、思い出は、思い出の話にここで変わるわけですね。これは、君っていうのと、我。 っていう2人の登場人物が出てきます。君と2人で観覧車に乗っているわけですね。観覧車回れよ。回れでその時の思い出がここでは語られています。もう皆さんわかりますよね。君と我デートです。デートで遊園地行って観覧車に2人で乗っている。めちゃくちゃいい雰囲気ですよね。もうこんな。 あの、甘い甘い時間の中で、ただ、二人の思いっていうのは、差があるんですよね。デートって言いましたが、君、つまり、作者から見たあなたっていうのは、その思い出を、一日、もう一日だけの思い出だというふうに感じている。でも、私、我、我、私からすると、この思い出は、一生もの、人よ、一生ものの思い出だよと。 いうふうに言っているわけです。思いが強いのはどっちでしょう当然、一生ものって言っている私の思いってすごい強いものですよね。なので、えー、っとこの思い出がずっとずっと続いてほしい。だから、観覧車がぐるぐる回るかのように、この時間が長く長く続いてほしい。ここでは、 我つまりとこちら側の「片思い」っていうのが詩の中で描かれているわけです、はい。この観覧車の時間が終わってしまうともうデートも終了してしまうそんな時間が過ぎてしまうことを惜しむ片思いの切なさこの切なさっていうのが描かれた、まあ、ちょっと甘酸っぱい恋の短歌になっています。 はい、これが5番目の詩でございました。じゃあ最後、6番目いきましょう。6番、えー、ゼラチンの歌詞を救えば今満ちる。雨の匂いに包まれて一人。はい、このゼラチンのという短歌、こちらは穂村博さんという方が書いた短歌になっています。<coughs> 皆さん、これは情景思い浮かびますかね ゼラチンの歌詞。まあ、要するにゼリーです。ゼリーかなんかをこうスプーンでヒュッとすくった。皆さんゼリー好きですかゼリーをこうヒュッとすくった瞬間。まあ、皆さんはその瞬間に何か思う、何か考えるっていうこともなく、すぐもうパクって口に入れてしまうと思うんです。私もそうです。なんだけど、この小村博士さんの場合はそうではなく、ゼラチンの歌詞をすくったその瞬間。この瞬間に、 今、外、雨降ってるんですって。雨の匂いに包まれる。今、その雨の匂いが満ちるわけですね。で、その雨の匂いが満ちた瞬間、あ、私は今ここに一人いるんだなっていう風なあと感覚をそこで抱くわけです。雨の匂いに包まれて一人いることの孤独。これをスプーンでゼリーすくった瞬間に、あ、今私一人だっていう風に思ったわけなんですよね。はい。 普段だったらなかなかそんな感覚ないかもしれませんが、でもこのゼラチンの歌詞を救った瞬間、この一,一つの瞬間の中で、こういう、まあ、広い感覚っていうのが芽生える。これがこの詩の面白いところです。はい、ここでは、あとゼラチンの歌詞をスプーンですくい取ったこの瞬間、瞬間を切り取った短歌ですから、 はい。<laughs> まあ、救った瞬間何も音しません。するとしたら雨の音だけ。そこに包まれて一人いることの孤独。静かな環境にいるわけですね。それはまさに瞬間を切り取ったスローモーションのような、なんか余韻が残る。ああ、なんか静かな。一人の感覚だなっていうふうな思いっていうのが詩の中に描かれているというわけです。はい。 ということで、えっ、ー、と、じゃあ、これが6番の、えー、説明でございました。はい。まあ、えっ、ー、と、ざっくりではありますが、1から6まで、えっ、ー、と、短歌でどういうことが描かれているのか、ここの面白いとこって何なのか、まあ、こういうことを紹介してきました。教科書には、短歌を作ろうなんていうページもありますね。まあ、いろんな短歌を見てきたと思いますが、もう決まりっていうのは5、57577。これだけです。この言葉のリズムっていうのを守っていれば、あとは本当に 描くもの、何でもいいわけですよね。なので、皆さんも心に思い描いた情景とか、えっ、ー、と、生活している中で、えっ、ー、と、できた一場面、こういうのを切り取って、ぜひ単価、作ってみてください。きっと、面白い世界が広がっていくんじゃないかなというふうに思います。では、今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。